坂東商店の愛に関する部分、染料を作ること、それから愛を立てること、藍染めのお客様と接客すること、そういうことが今私の仕事になっております。亀田悦子と言います。皆さんは私のことを亀ちゃんって言ってくれます。私の父がいわゆる転勤族、サラリーマンでしたから、すぐ東京行ったようで、で東京から父が横浜に家を買って、でそこで戦争に遭いました。私はまあ戦災で全てを一瞬でね、まあ、親戚もろともなくなしましたっていうことは、思い出のものは一切ありません。ですから逆に残ってるものは大切にしたい。でこちらに入りました時は実際まだ本当に工事中で大変でしたけれど、一番良かったのは工事現場を見れたことです。職人さんの素晴らしさ、それを身近に見たのは本当感動でした。それとこちらのお家の家具とか、それから柱が現れてきますね。おばあ様がお嫁入りに使ったというタンスとか、そういうほこりまみれのものがきれいに、それで外れたとことかはのりこさんが丁寧に直していく、なんかそれ見てた涙が出て出て、おばあさんがどれだけ喜んでらっしゃるだろうと思って、昔のものは素晴らしいんですね。直したら治るんですよ。現代の真剣剤とかプラスチック製品は修復はなかなかできません。そういう意味でね、もう一生懸命昔職人さんが作ったもの、お家もそうです、息吹き返せるちゃんとしたら、やっぱりいいものを作らなきゃなって思いました。愛を始めたきっかけは主人の会社が肌着の会社でした。でその時にいろんな方の相談を受けた。うちの子が痒くて泣いて寝ないとか、肌着屋として何とかできないかなと思っていろんな先生にご相談させていただいたら、だから亀田さんねって、愛があるじゃないですか、そういう人たちの痒いとか、まあかきむしって痛いとか、そういうのに効能はありますよって、美しい藍色から入ったわけではなくて、その薬草だっていうところから入りました。世帯を超えてとか男女を超えてとか、そういうところはなんかチャンスがないとなかなか交流ないんですよ。でもここの魅力はそれが大いにあるということです。なんかまず人が集う場所をのりこさんはここに作ってくださった。でそれをやっぱり私ご先祖はとても喜んでらっしゃると思います。こう町自体が全体が動くには時間がかかるでしょうけど、その大きな拠点の一つには絶対なるなと私は思ってます。で、愛はラブで、それはピースにつながりますし、本当世界平和っていうのはオーバーな言い方かもしれないけど、今も戦ってる人たちがいる、そこには何にもね、わからない子どもたちやお母さんやいろんな人たちがいる、そう思うとちょっと私今も涙ぐんでしまうんですけど、そういうことが少しでもほんのちょっぴりでもなくなる一つの点になればいい、これがね、そう思います。
私が北海道行ってものすごく大きく感銘を受けたのはアイヌさんの存在です。彼女たちは感謝するのが当たり前。例えば愛を栽培しても愛を立てても、私がやった、私が育てたような錯覚を起こしたではない。俺はみんな本当に天地光風水すべて自然と神様、これは北海道に行って最高の収穫でした。私自身は小さい時から横浜を海辺で育ちました。海辺だから海はいつも見て育ってた。海は世界に続いてるな。空を見るのが好きでしたから、で世界は宇宙に続いてるなって、小さい時からそれ思ってたんで。でもそうするとね、自分は一人じゃないよね。生きてる人はみんな見えないけれど、みんなそれぞれ背負ってるものは背負ってるし、頑張ってる人は頑張ってる。だから君一人じゃないよ、あなた一人じゃないよ、手つないで頑張って立ち上がったらいけるよ。それを言いたいんですね。